お父さん、どうだった？ダメだ。やっぱり知ってる人はいなかったぜ。それっぽい人がいたって話も聞かなかったしな。そう。しょうがねえ。ひとまず駅に戻って出直しだな、こりゃ。セーブするかい？しかし困ったな。せっかく撮影場所は分かったってのによ。やっぱり何十年も前のことじゃ覚えている人もいないのかしら。京都なら古い家が多いから何か分かるだろうと思ったんだが、しょうがねえ。他に何か方法を。おー、クッドは嫌なかった。コナン君。この声は。またこんなとこでえらい奇遇やな。平次兄ちゃん。あら。おい、なんでお前がこんなところに。それは俺のセリフや。なんや、こっちにおるんやったら連絡くらいくれや。今日はカズハちゃんと一緒じゃないの？あのな、誤解せんといてや。俺いつもアイス通るんとちゃうで。それに今日はちと事情も違うしな。事情？ちょっと平次さん、何グズグズしてるの。回るところはいっぱいあるんでしょ。わかってるわ。せやけどそんな急がんでもええやろ。ほんとにもう、最近の若い人はすぐにサボろうとするんだから。たく、ほんまに元気なばあちゃんやで。で、誰なんだあれ。知らん。え、ばあちゃん自身も知らん。自分のことはまるっきりな。それってどういうこと？平次兄ちゃん、まさか。ああ、記憶喪失なんや。記憶喪失？ああ、それがついこの前大阪で車にひかれそうになったらしゅうてな。道路に倒れとったんをたまたまこの俺が見つけたんや。まさか、ひき逃げ？さあな、他に目撃者もおらんし、詳しいことは警察が捜査中や。で、すぐに病院へ連れてったら、怪我は大したことなかったんやけどな。その代わりに頭打っててな、自分のこと全部忘れとったんや。そんな、かわいそう。ねえ、何か身元がわかるようなものは持ってなかったの？それがさっぱり。ところがばあちゃん、上事で京都言うたからな。こっち来たらなんかわかるんちゃうかな思て、病院から連れ出してきたんやけど。さあ平次さん、もう十分に休んだでしょ。しっかりしなさい。ちゅう感じでな。大阪からずっと振り回されてもうくたくたや。それは災難だな、服部。おう、それはそうと、そっちはなんで京都におるんや。決まってるだろう、仕事だよ仕事。人探しなの。やっぱりおばあさんなんだけど。セシリアの名家、ガムラン家のミサコさんって言うんだ。ねえ、ちょっと待って。もしかして。あ、そうだよ、おじさん、ほら、キューブの写真。ああ、おい、
このばあさん、こいつを持ってなかっただろうな。デザイアキューブっていうガムラン家に伝わる宝物だよ。いや、こんな大層なもんは持ってへんかったで。じゃあ、やっぱり人違い。ちょ待て、一応ばあちゃんにも見せてみよう。ちょっとばあちゃん、この写真に写ってるもん見覚えないか。なんかどこかで見たことあるような気もするけど。何？え？まさかこの人本当に美佐子さん？だけどよ、デザイアキューブは持ってなかったわけだろ。なあばあちゃん、一体どういうことなんや。だから見たことあるような気がするって言ったの。まいったな。だったら何とも言えねえぜ俺は。確かに今のままじゃどちらにしても根拠はないんだが。そうだな、一体どうすれば。連れて行ってガムラン大臣に会ってもらえば。そうよね、家族だもん、絶対に分かるはずだわ。そいつはダメだ、もし違ってたら大変じゃねえかよ。この毛利功労の名前に傷がつくのはごめんだぜ。ったくしょうがねえな。じゃあ一体どうすれば。じゃあさ、これからみんなで一緒に回ってみようよ。もしおばあちゃんの記憶が戻ったら、美佐子さんかどうかはっきりするでしょ。あ、それいいわね。どうお父さん。ま、しょうがねえだろ。このままじゃすっきりしねえからな。すやすや、旅は道連れ言うしな。ほな、行こか。でも平次兄ちゃん、次ってどこへ行くつもりなの。せやな、まずは京都タワーと嵐山、それに新京極って思ってるんやけど。まあ正直言うてばあちゃん次第やな。そっか。ねえねえおばあちゃん。はい。どんなことでもいいから覚えている風景ってある。それが全くなのよ。そうね、見晴らしのいい場所に行けばもしかして。なるほど、それなら次に行く場所は。それなら京都タワーに行こう。何かわかるかもしれないよ。ああ、いいわね。次はそこにしましょう。どうおばあちゃん、何か思い出した？確かに見晴らしは良かったんだけどね。やっぱりダメなの？はあ？それがね、この白い建物見ていたらなぜかケーキが食べたくなっちゃったの。ケーキってばあちゃん、あのな。だけどケーキを食べて何か思い出すかもしれないわよ。いいじゃない、少し休憩しましょうよ。ったく、しゃあないな。ああ、美味しかった。
やっぱりいいケーキは最高ね。でばあちゃん、ケーキ食って何か思い出したか？いいね、全然。なぬ？いや、あれで本当に記憶が戻ったら嬉しいんですけどね。さあ、気を取り直して次行きますよ、皆さん。なんや、先が思いやられるわ。ふふ、服部のやつ、すっかりばあさんのペースに巻き込まれてるぜ。でも困ったわね、まだ何もわからないなんて。ねえおばあちゃん、他に何か思い当たることってない？そうね、かんざしやポックリが買える場所なんてあるかしら。ポックリ？ああ、小さい女の子が履く下駄のことや。私よく買ってもらったような気がするの。もしかするとそこへ行けば。お、今度は何かつかめそうだな。かんざしってことは舞妓さんに関係が？いや、単に昔からある土産屋街かもしれないな。となると次に行く場所は。それなら祇園に行こう。何かわかるかもしれないよ。ああ、いいわね。次はそこにしましょう。よっ、再び来ました祇園の街。よし、今からでもプワーッと。もう、父さん。いや、冗談だよ冗談。どう、おばあちゃん、ここなら何か覚えてるものとかある？そうね、確かにかんざしなんかを売ってるお店は多いようだけど。やっぱり違うの。なんだかね、あんまり引っかかるものがないのよ。そう、残念ね。ま、しゃあない、気取り直して他の場所へ行ってみようか。おい、どうするんだよ、まだ何にも分かってねえじゃねえか。ねえおばあちゃん、他に何か思いつくものとかない？ごめんなさい、それがさっぱりなの。そうね、ちょっと落ち着いた静かな場所でも歩いてみたら、もしかして。なるほど、それなら次に行く場所は。それなら清水寺に行こう。何かわかるかもしれないよ。そうなの？じゃあそこへ行ってみましょう。どう、おばあちゃん、何か思い出した？何言ってるの？ここは私が行きたいって言った場所と全然違うじゃない。もう少し真面目に考えてくれないと困るわ、本当に。おい工藤、今回はちょっと間違うたんちゃうか？どうやらそうみたいだな。仕方ね、他の場所に行ってみるか。それなら金閣寺に行こう。何かわかるかもしれないよ。ああ、いいわね。次はそこにしましょう。ここね、確かに静かで落ち着いたところだわ。どう、おばあ
ちゃん、何か思い出せそう？ちょっと待って、やっぱりダメ、ごめんなさい。まあ、もうじれってな、ったく。しょうがないわよ。ねえおばあさん、焦らないで行きましょう。ありがとう、ランさん。しかし参ったぜ、ここまで来て何にも手がかりがないとな。ねえおばあちゃん、他に何か心当たりなんてないの？だから全くないのよ。あなたたちこそ何か知らないの？俺たちが知ってること、あ、そうか、それなら八坂神社に行こう。何かわかるかもしれないよ。ああ、いいわね。次はそこにしましょう。そうか、美佐子さんの写真はここで撮影されたものだからな。コナン君偉い。たまたま思い出しただけだよ。それよりどう？おばあちゃん、何か思い浮かぶものなんてある？さあ、言われてみれば確かに懐かしいような気もするけど。おお、ええで、その調子や。あ、ダメ、頭がガンガンしてきたわ。いいのよ、無理しなくて、ここで少し休みましょう。まあ、仕方ないか。なあ、服部、お前あのばあさんどう思う？せやな、今はまだ何にも言えんけど。お、姉ちゃん来たで。おみくじ見つけたんだけど、引いてみない？お、ええな、こういう時は神様にでも聞いてみたい気分や。それで解決すりゃ世話ないけどよ。私15番。残念、中吉だわ。よっしゃ、俺は41番。なんや、キチガイな。僕は36番。え、ひょー、東に災いありだとよ、たく。ねえ、おばあさんも引いてみたら？私、27番。え、でもまだ今ね、パッと27っていう数字が浮かんだの。何？何してるの？いいから27番くださいな。そう、27番。ほらね、見て、大吉よ。わあ、すごい。27、一体なんだ？本当に思いつきなのか、それとも。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。結局何にも分からずじまいかいな。